Hello， 大家好，我是日江。我是運動。今日も動画を見てくれてありがとうございます。本日はですね、新しい仲間が増えました。こちらです。これ名前は何ですか？コナンくんです。なんでコナンなの？蝶ネクタイがコナンくんのあの。突然なんですが、ブランドの名前は全世界一緒だと思ったのですが、実は全然違います。よくウェンダンと話すときにね、よくわかってると思っていたけど、でもなんか全然伝わらなかったことがたくさんあります。なので今日はそのブランドの名前の中国語と日本語の違いについて比べてみたいと思います。麦当劳。マクドナルド。麦当劳って何？麦当劳中国語だよ。どういう意味？マクドナルドだ。なんか最初正直に私日本に来て、なんかみんながよくなんかその待ち合わせはマクドナルドでして、マクドナルドで何やと何回でも思って。ちなみに、うん、マクドナルドの略し方、マック、そう、地域によって違うの。あ、そうなの。例えばルちゃんがマックっつったけど、うん、マックマックっていう人と、あとマクドっていう人ね。あー、来たことがあるかもしれない。 その違いも、うん、日本ではあります。肯德基、ケンタッキー。肯德基、肯德基、肯德基、肯德基って何？肯德基はケンタッキーだよ。もうこの会話ずっと繰り返してる。肯德基、肯德基、うん、やめましょう。はい。あ、なんかケンタッキーといえば、なまあ自分的な感じなんですけれども、台湾のケンタッキーの方が美味しいです。日本敗北。ぜひ日本人のみんなが台湾行く時にもケンタッキー食べてほしいです。そのエッグタルト、エッグタルトはすごいうまいので、ぜひ試してみてください。ルイ・ヴィトン。エロビー。エロビー。エロビーだよ。何それ。エロビーで、エロビーや。あのルイ・ヴィトンの L とヴィトンの V を、そうそう、言ってるの。エロビー。ルイ・ヴィトンって言わないんだ。グーグル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 。なんか一応グーグルって言ってるんですけれども、でもグーグルは中国の方の方が使ってるかな。なんかやばい、台湾はそのままグーグルって言ってる方の方が多いと思います。うん、日本じゃよくググってググってみたいな言うけどね。もともとグーグルは名詞で、そのままGoogle してくださいっていうのが動詞になって、 Google、Google、Google ってみたいなになって、そうそう、日本人はよくそのような新しい日本語を作ってて、やっぱり私もわからないことばっかりです。本当にどんだけ勉強しても、でもやはりそういう若者言葉を分かるために日本人とたくさん話しないといけないと思って。大変だよね。そう、日本人とはたくさん話した方がいいと思いますで。さっき実は中国語使いましたが、で聞こえましたか？でそう、彼これしかできないので申し訳ないです。ヤマシュン。アマゾン。ヤマシュン。ヤマシュン。ヤマシュン。シュン。台湾人あまりアマゾン使わないの可能性が。使わないの？日本に来て日本人は本当たくさんの方がアマゾンしか使わないって感じが多い。でも台湾では楽天とかヤフーとかそういうのが多いかなっていうのがありまして。ちなみに、うん、アマゾンのさ、あ、にっこりってあるじゃん、うん、あれ何の意味かは知ってる？あ、 A から Z、 何もある。そう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 、 A から Z の単語から始まるものまで全部ありますよって意味で。とりあえず什么都有、什么都卖、什么都不奇怪。これカシオ。カシオ。カシオ。でもこれ割とそんなに変わらないのような気がする。最後にアクセントつくの。カシオ。カシオ。そうそう、あれ言ったらもう日本人はすぐ分かる。まあ、分かる。私のカメラはカシオです。でなんかちょっとんってカシオだよ。日本は最初にアクセントがつく。カシオ。うん、なんか私がもしカシオで聞いたら多分すぐ歌の歌詞、歌詞だよって、あの多分地方の方言で歌詞をって言ってると勘違うかもしれない。それは変やろ。
ターバックス、シンバーク。スターはスターは集合語でシンって言うから、でシンでバックスはそのままバークで言う、シンバーク。聞いてみ、シンバーク、シンバーク。発音パッチリです。バッチリね。さっき何言った？パッチリ。パッチリじゃなかった？パッチリは目がパッチリと。あー、パッチリ、キラキラ。そうだよ、バッチリです。 OK。 セン、ソン、サンシン、サムスン、サムスン、サムスン、うん、韓国のブランドでしょ。そう、そう、サムスンで言うの。日本語だとサムスン。じゃあもしこっちがセンソンって言ったら全然通じないって感じ。戦争みたいな。サムスンが意味わからない。まあ文化の違いですね。文化じゃねえよ。ポーター、ポーター。発音よくしただけやんけ。違う国の翻訳ってこんな違うんだね。通じるものもあるし通じないものもあるね。難しいな。なんか私も日本に来てから、その自分がもともとの価値観のとか知識のものも全部日本語の言い方を覚えないといけないのがすごい難しかったです。今もわからないものばかりです。本当にいつもあれ、なんか自分が言ってるもの通じてないなと思ってパニックになってしまうことがたくさんあります。略されるとわかんないよね多分。略されるの、そうだね。マックとか言われてもわかんないでしょ。そうそう、マックで何やとか思っちゃう。ね。そうだ、うん、あとさ、うん、キャラクター名とかも全然違うよね。キャラクター名ってどういうこと？なんか前ゲーセンでさ、うん、ゲーセン、あ、ゲーセンはゲームセンターのこと。そう、なんか日本人はよくそこで UFO カチャとかそういういろんな こいつ取ったやつ、そうそうそう、プリクラとかあるとこは日本人はゲームセンター。このゲーセンでデジモンの、あ、デジタルモンスターね。のデジモンはデジタルモンスター数碼宝贝。アグモン、うん、あの時ちょっとびっくりした。あれか、うん、言ってヤグソウ、ヤグソウ、アグモンと全然違うよね。同じだよ、だってソウはモンだもん。あとピカチュウは、ピカチュウ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 。そうだよ、同じだもん。違う、同じだよ。違う、いたはもう全部通じるでしょ。ピカチュウの方が可愛くない？思ったでしょ、思ったでしょ。でもこっちチュウ、チュウという発音がないもん、うん、はい、皆さん面白いと思ったらいいね押してください。チャンネル登録もお願いします。じゃあもし他に私たちに撮ってほしい動画とかそういうものがあればもぜひコメントしてください。好，那接下来就请大家，如果你喜欢我们的影片的话呢，就帮我们按个赞，然后帮我们按订阅频道。那如果说就是你想要接受我们的通知的话，都欢迎你按铃铛开启所有的通知哦。那我们就下次再见啦，拜拜，次回でお会いしましょう。拜拜，拜拜。